TV. そうなことしてんじゃないの。
逃げるのか。やっと見つけたぞ、究極の破壊神カオスよ。Yeah, it's okay. それにしても、ほんと久しぶりだよね。まあまあな。それよりどうしたんだ？飛行機落とすなんてテイルスらしくもない。新型のテスト中だったんだ。伝達系の強度が弱かったみたい。飛行機なら預けといたらトーネードがあるだろう。えへー、今
度はもっとすごいのを考えてんだ。それもあって、ほら。わあ、カオスエメラルド。うん、7つのうちの1つが手に入ったんだ。無限のパワーを生み出す不思議な石、これをなんとか動力源に使えないかと思ってさ。そうだ、僕の工房に行こうよ。見せたいものもあるし。ミスティックルインにあるんだ。駅から鉄道で行けばすぐだよ。列車に乗ればミスティックルインへ行けるわよ。ソニック、お前はダクター・エグマン。いかにも、わしこそこの世に並ぶもののない天才科学者ドクター・エグマン様じゃ。久しぶりだな。しばらくはおとなしくしていたがな、これからまたちと忙しくなるわい。また何か悪いことを始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよき。さもなくば、さもなくばどうする。力ずくで奪い取るまでよ。Hey guy! また遊んでやるぜ。口ほどにもないぜ。隙あり！カオスよ、これを受け取れ。カオス？あれは、あの時の。おお、石板にあった通りじゃ。ソニック、このカオスはカオスエメラルドを与えるたび強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。こいつを使ってステーションスクエアを破壊し、そこに我が理想の都市エッグマンランドを建設するのじゃ。よし、カオス、次のエメラルドを探しに出発じゃ。どんどん変身していったら大変なことになっちゃう。エッグマンめ、エメラルドを渡させないようにすれば
2万以上の変身はできないはずだよ。ソニック先回りしてカオスエメラルドを集めよう。風の音が聞こえる。風の力で見えない道ができるはず。勇気を出してゲートをくぐってみて。外へ出られるはずよ。この1番パネルの上でジャンプすれば2番3番のパネルまで行けるはずよ。1番以外はすぐにジャンプしないと落ちてしまうから気をつけて。It's okay!